おはようございます。9月2日第741回ポコナカイアニマルラジオになります。今日はね、久しぶりの登場セラータですね。まあ、随分出してなかった気がするんですけど、やっぱりこのぐらいのサイズになってきて、しかもあの水性ガメじゃないとね、撮影する場所があまりいいのがないんで、まあ、ちょっとボロいプラックで今撮ってるんですけど、まあでもね、美しいカメで、ね、ちょっとこの間パッと見たらね、頭がすごい真っ赤になってるなと思ったんで、もうちょっとしたら頭出してくると思うんでね、ちょっとその時に紹介しますが、で甲羅もね、萌木と平瀬が中間で混ざってるようなね、ちょっとあの平たいのからこんぼりしてる萌木の中間ぐらいの高さ で模様もね、平瀬っぽいところもあれば、まあ、明らかにはこれせあの萌木の、ね、模様の、ね、ラインが入って、その下に放射模様みたいな模様が入ってる感じで、非常にね、いいとこ取りをした、ハイブリッドのカメだと思っています。ね、こんなカメがね、いるっていうのはね、まあ、もちろんハイブリッドだからちゃんとした種ではないんですけど、面白いなというふうに思います。そしてこの顔の赤さね、こんだけ赤くなってくるとね、美しいなって本当に思いますよね。多分ね、平瀬、ね、萌木がカンボジアじゃないかなって話をされたんですけど、まあ定かではないんですけどね。ただあの模様がしっかり綺麗なね、美しい個体、小さい時から明らかにね、色がずば抜けて良かったので、それが成長しても維持しているような感じです。でこの個体もね、ちっちゃかったんですけど、ね、本当だいぶ大きくなったなというところで、うちに来た時はね、男性は11、2センチぐらい、今は多分14、5、もうちょっとあるのかな、16、7ぐらいあるのかな、8はないと思うんですよね。まあまあ伸びてくれました。まあ、この成長線見て分かる通りね、この部分が多分うちに来たらいいんで、ここからここまでのうちで伸びたらいいんですね。まあ、これぐらい伸びるとね、やっぱり成長の方もかなりしているところだと思います。まあ、ハイブリッドに関してはいろいろな、ね、意見があると思うんですけど、ただセラータに関してはね、いいとこ取りと僕は思っていて、ね、かっこよくて、で昔からね、結構入ってきてて、でセラータっていうね、名前で来ていたのが結局ハイブリッドだったっていうのがね、分かって、で抹消されたっていう感じなんでね、ノコヘリ萌木箱だっていう名前でね、当時は呼ばれてたんですよね。まあ、そんなようなカメなんですけど、まあ、最近アジアのカメがそんなに何ていうんですかね、盛り上がってないというか、まあ、カメ自体がじゃあ全部が盛り上がってるかというと、全体でもそんなにカメは盛り上がってないとは思うんですけど、やっぱり人気どころのね、アメハコだったり、チゴシだったり、あとは何だろうな、泥ガメ、ニオイガメもまあそれなりにね、楽しんでて、ジャイマスも今回ね、すごい楽しめててっていう感じのところで、アジアのカメっていうと、なんか最近ね、ちょっとそんなに輸入もないし、まあ、平瀬、ジャノメ、ジョツメ、スペングラーあたりが入ってたんですよね。そして萌木に関しては1位になってしまったから、もうね、海外からの輸入は絶望的だよねという話だったりするんで、ちょっと今ね、アジアのカメっていうのは、まあ、弱いのかなというか、まあ、話題になってないのかなと思うんでね、まあ、そういう時にこういうのをちょっと出してるとね、面白いなと思ってくれる人が一人でもいれば、ただ手に入れるか入れれるかっていうと、ちょっとそこが難しいところなんでね、非常に悩ましい種類ではあると思ってます。まあ、黒原萌木はね、この間のブリダさんもそうですけど、繁殖させてる方がいるんでね、まあ、いずれどこかのタイミングでそういう個体たちが販売に回ってくると思いますし、平瀬ガメはまあ2なんでね、まだ入ってきますし、国内でも増えている。であとはまあ中国系の箱ガメね、ミスジなんかはだいぶ買いやすい金額になったんで、これからねもうちょっと飼育しやすい金額になるのかもしれないですよね。まあ、そうなってるんですけど、じゃあそこでなんていうんですかね、みんなアジアのカメ買うぞっていうのがそんなに見えないんでね、皆さんぜひアジアのカメね、素晴らしいんで買ってみてもいかがでしょうかというところです。で、まあ、萌木もそうですし、平瀬もそうなんですけど、平瀬なんてね、本当ちょっとクーラーになってますけど、あれなんかもう見た目から何からして山亀っていう感じなんでね、まあ、もっと見直されることがあるとね、あれはね、アジ
ジアハコガメじゃなくてね、ヤマガメなんじゃないかっていう話になるんじゃないかなというような、ね、カメですよね。まあ、そういう分類に関しては、まあ、学者さんたちに任せておいて、僕たちはね、そのカメそのカメを楽しく、そして大事に過ごしていけたら一番いいのかなというふうに思っています。非常にね、面白いカメですし、うちに来て6、7年かな、このカメは。でメスだと思うんでね、まあなんか無精卵とか産まないのかなと思うんですけど、一向にそういう気配はないんでね、あちょっと顔出してきましたね。警戒しながらもね、赤い顔を出してきました。近づくと隠れちゃうかな。すごい赤さをしていてね、びっくりするぐらいね、本当赤いんでね、楽しみです。本当はこれにね、担当ミスジをかけたいんですけどね、かかるのかなというような気がしていて、ちょっとね、かかってくれたら、ね、4分の1ずつ入っている、面白い、まあ、関東が箱ガメじゃないんですけど、75% の箱ガメの血になるので、そう考えるとね、面白い個体が できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあどっかのタイミングでね、ちょっとかかるかどうかやってみるのはありなのかなと思っています。まあそういう楽しみも含めてね、ハイブリッドね、しっかり自分でね、管理してやれれば、まあこれほど面白い生き物もいないんじゃないかなというふうに気がしています。まあ何せね、そこに普通はいないものなんでね、でその中でも個体差がすごいあって、こいつはね、赤みが強くて、甲羅にも模様が入って楽しいっていうところです。昨日ね、あのイベントもなんだかんだ台風もね、あの途中でいなくなってくれたみたいで、どうにかなって、まあ本当、ね、参加できなかった方もちょっといらっしゃるみたいなんですけど、ね、ちょっと今年はね、本当雨が異常にね、ひどい時が多くて、埼玉は特にね、降らってることが多いんですけど、まあ、関東はね、なかなかちょっと悩ましい天気の日が多いですよね。まあでもそれをどうにか乗り越えることができたのかなと思っています。で、ね、イベントに出展された皆様をね、購入された方々お疲れ様でした。大事にね、飼育してみればね、必ず楽しいね、生活を送れると思いますので、大事にカメを飼育してみてください。そして次の週ね、今度は今週末ですよね、はもう横浜のね、ジャパンレッドアイズショーがあるんで、まあ、本当にイベント続きということで、僕も横浜の方はね、行きますので、ね、ぜひ、皆さんとね、またお話できたらいいなと思っています。今週から来週までぶっ続けのね、始まりなんで、ちょっと憂鬱な一日ですけど、まあ頑張って過ごしていきたいなと思います。ということでね、ほとんど動きがなかったステラーでしたけど、まあこんな感じでね、面白いカメがいるんだっていうのを認識していただけたらありがたいなと思います。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。